魅力再発見、平野紫耀、日本テレビの新ドラマに出演決定、滝沢秀明の画期的なテレビ戦略が未来を照らす、こんにちは、エンターテインメントの最前線からお届けします。滝沢秀明氏が率いる戸部所属のナンバーが、驚きと感動をもたらす新展開に突入しました。先日、平野紫耀さんがインスタグラムで行った生配信が話題となり、その中での交流から新たな興奮が生まれています。 番組中、翔くんがファンのコメントを拾いながら、かつての仲間である岩橋元気さんとの絡みがありました。岩橋さんからの応援メッセージがコメント欄に寄せられ、その交流の様子にファンは大いに盛り上がりました。久しぶりのコラボに、ファンの心は踊りましたね。さらに、翔くんは都内で行われたサントリーの新テレビ CM、新キャラクター発表会にも登場。昨年の事務所退所後、初のテレビ CM 出演となりました。 この CM では、どんな食事にも合うというテーマに基づき、サントリー純粋を爽やかに飲む翔くんの姿が印象的です。黒髪から一変して髪色を変えた翔くんは、ブランドキャラクターとして新しい一面を披露し、初めて拝見した自分に驚きました。と笑顔でコメント。撮影現場では、共演者の角田明さんとのアットホームな雰囲気や、食事屋さんでの撮影エピソードも明かされ、ファンには新たな一面が垣間見えました。 そして、注目のポイントはサントリーの大プロジェクト。同社は大阪工場に55億円の設備投資を行い、2025年までに生産能力を2倍にする計画を発表。商君が新しい CM で登場することで、リニューアルされた水の販売数量の30%増を見込み、国内の販売金額も6年かけて2.1倍に引き上げる戦略を展開しています。この大胆な戦略の背後には、 翔君の所属事務所と部の滝沢秀明社長の懸命な提案があります。広告代理店関係者は滝沢氏の経営センスを絶賛し、その功績が大きな注目を集めています。滝沢氏はかつてスナップのメンバーたちをサントリーの広告に起用し、今回のプロジェクトでもその手腕を発揮しています。平野さんは神宮寺祐太さんと結成したナンバーアーとしても力強く活動中。最新曲の配信も好評で、 ますます注目を集めています。これからの滝沢秀明率いるル2バイトとナンバーアの展開に期待大ですね。魅力あふれるエンターテインメントの未来を一緒に楽しみましょう。魅力的なビジョンとグローバルな成功。それが翔くんの輝かしい現在です。彼の最新デジタルシングル、g o は YouTube 再生数が1000万回を突破し、世界中で1位に輝くなど圧倒的な成功を収めました。 これにより、彼の才能がますます広く認識され、芸能界の新たな勢力としての地位を築いています。ョく君は、ルイ・ヴィトンやイブ・サン・ローランといった高級ブランドとのパートナーシップ契約を果たし、アジアアンバサダーに就任。これにより、彼の活動は個人の枠を超え、ファッションとエンターテインメントの融合に成功しました。その成果は、 彼がサントリーの新しい CM キャラクターとして大々的に広告され、都市のビルボードに彼の姿が飾られるなど、注目の的となっています。また、翔くんは従来の活動に加えて新たなプロジェクトにも挑戦しています。テレビ CM への出演がきっかけで、平野さんのテレビ進出が加速しています。これには、ドラマ主演の話やバラエティ番組への出演も含まれ、ファンはますます多彩な一面を見ることが期待されています。 翔くんの成功はただの偶然ではなく、彼を支えるためのプロモーション戦略も一役買っています。所属事務所とべは、YouTube や体育トークなどを活用した斬新なアプローチで彼の魅力を広く発信。これにより、新たなファン層を開拓し、翔くんの知名度を急速に拡大しています。こうした活躍には、旧ジャニーズ時代の枠を超え、翔くんの才能と個性が輝いています。 彼が過去にはなかなか手がけなかった大きな仕事に挑戦する姿勢も、その一端。そして、ファンからの凋落の期待に応え、テレビ番組での活動も解禁され、ますます多岐にわたる分野での成功が期待されています。君が獣になる前にでの北山宏光さんの主演も含め、戸部所属アーティストたちの活躍が目覚ましい中、翔くんの再ブレイクの年となることは疑いようがありません。 これからの彼のさらなる飛躍が楽しみで仕方ありません。さあ、彼の活躍を応援し、エンターテインメントの新しい時代を一緒に迎えましょう。